私は多摩大学2年生の中村浩太です。私は岩手県の宮古市の方に訪問した際のエピソードを話したいと思います。私はその紙すき体験をしにその宮古市の児童館の方に訪問させていただいたのですが、そこで働いている女性の方に伺った話なんですけど、以前は高台ではなく沿岸部の方に住んでいたようで、でその震災に遭われて、で高台の方の施設の方に、まあ、働くことになったみたいなんですけど、そこではもう話、震災の被害があまりなかったようで、同じ宮古市の市内ということでも、まあ、被害が大きかった場所と被害が少なかった場所とでかなり差があるということを気づかされました。そういったことを東京ミッドタウンでもいただいた来場者の方にも伝えられるように私たち一同頑張っていきたいと思っています。以上です。